そうです、まあ、今言ったように初めての試合なので、とりあえず勝ててよかったなと思います。2人とも本職があると思うのであれなんですけども、実際、前の日にミックスダブルスやるっていうこの意味に関してはいかがですか？そうですね、まあ、ミックスダブルスに関してもお互いダブルスがありますけど、まあ、役割だったり、自分たちのやるべきことっていうのは変わらないと思うので、まあ、ダブルスにこうつながっていけるように、あのミックスでもこうお互いいろいろこう試してやっていけたらなと。まあ、明日試合があるので、今日一試合できたのはいいことだと思いますし、今日の感覚だったり、会場の雰囲気だったり、車両の感覚だったり、しっかり明日、またよりよくそれコントロールできるようにしたいと思います。2人の相性はどうでしたか？そういう感想も。勝てたんで、そんな悪くはないと思います。